モーション矢野さんです。はい、よろしくお願いします。ノーモーション、ウェイオブザゲーマーって書いてますね。ゲーマーへの道。おー、ほんとだ、はい、どういうことよ。ゲーマーになりたいってことですよね。真のゲーマーを目指して、真のゲーマーを目指してるんですか。真のゲーマー目指してますね、はい、矢野さん。はい、ゲーマーになりたいの。あ、一応まあゲームもやるんで、大会出たりとかもしてます。大会系？大会に出たりとか。大会に出てるの？いい変換器持ってますね。いい変換器あのアニメのモノマネが得意なコンビなんで、うん、あの海外でもやっぱジャパニーズアニメーション人気じゃないですか。人気人気。だからなんかアニメのフレーズをちょっと英語にしていただきたいな。え、マジで？なんか好きなアニメありましたらなんかパッと言いますけど。ね、じゃあね、はい、ワンピース。ワンピース、うん、マニアックなところで、じゃあ、うん、マニアックなの分かんないよ。エースとサボとか分かります？分かんない。ルフィのお兄ちゃんのエースですよ。分かんない、はい、サボも秘権を受け継いだ、うん、あ、そうなの、はい、分かんなかった。あ、そうですか。もう、あ、でもね、大丈夫です。分からなくても大丈夫です。大丈夫？とりあえずやってみますね、うん、秘権のエースとサボの会話、うん、オッケー。久しぶりだね、ルフィ。お前に俺のビブルカードを渡しておく。そこにいるのはサボ。俺の爪は竜の爪。秘剣竜槍撃。これがそうなんですけど。え、全然わかんない。何それ。実はもうすごいだって。声優さんが一緒なアニメがあるから、うんうんうん、知ってるアニメがあるんですよ。え、両方とも同じ。そうなんですよ。あ、もう一回言ってみて。じゃあ当てるから、当てるから、みんなも当てて。わかります、okay。 エースの方はわかりやすいと思います、うん、はい。久しぶりだね、ルフィ。わかった、ルパン。違います。全然違う。すごい変換器持ってます、この方。本当？はい。Think. Okay. One more time. 久しぶりだね、ルフィ。お前に俺のビブルカードを渡しておく。これね、なかなか。わかった。聞いたことあると思う。コナン。コナンではない。ない。はい。ドラゴン、何を？ドラゴンボール？緑色のなんか。ドラゴンボールの緑色？触覚生えてるなんか。触覚生えてる？はい。あ、ベージタリアン。ピピピピピ。何コロ大魔王？ベジトロ大魔王。あ、ピッコロ大魔王。そうなんです。そうなんですよ。ピピピピピピコロ大魔王。あ、久しぶりだね、ルフィ。待たせたな、ご飯。ああ、健康サポーズ。おお、すごい、はい。そして、あの、うん、サボが、俺の爪は竜の爪。秘剣竜槍撃。これも有名な声優さんです。わかった。はい。ドラえもんの。ドラえもんには出てこない。あれ違った。じゃあ違うわ、はい、もう一回。俺の爪は竜の爪。秘剣竜槍撃。これすごい、いろんな作品出てます。いろんな作品出てる、はい、さっき言った中でも。ピカチュウ。ピカチュウ。声が違う。すごいですね。あの、出て、なんすか、その髪の毛の下にヘッドホンがなんか来てます。いつも思ってたんですけど、花火さん、そういうとこありますよね。なんかすごいヒアリング違いするとこありますよね。みんな笑ってますよ。そう思ってます。なんかヘッドホン、あ、なんかハムスターとか隠してますから。出てきちゃダメよなんつってずっと隠してるのね、はい、そうかもしれないよ。さっき言ったアニメの作品にも実は出てます、うん、さっき言ったコナン。コナンに出てんの。はい、アムロ刑事って分かんないですか。それは分からないわ。分かんないですよね、うん、それは分からなかったわ、はい、もうちょっと分かる人でもいる。ドラゴンボールにも出てます。ドラゴンボールに出てるの、はい、分かった。はい、誰でしょう。あれ、はい、クリリン。そうなんです、ヤムチャなんですよ。当たり。はい、当たりです。ヤムチャなんですよ。え、あ、ヤムチャ、はい、当たり。当たりです、ヤムチャ。ヤムチャって言いましたもんね。ヤムチャって言いましたもんね、はい、俺の爪は竜の爪。俺の名前はヤムチャ。ローガー風兵剣。誰だっけ、ヤムチャって。ヤムチャってあのブルマのことが最初好きだった、はい、クリリンじゃん。これだからあのクリリンじゃないんですけど、違うの、うん、はい、ガンダムのアムロレイもそうなんですよ。あ、どの人が殴ったね。二度もぶった。アムロ行きまーすってこう。ほー、すごい。それ誰よ。セーラームーンご存知。セーラームーン。タキシード仮面。うん、分からないよ、もう。分かんないですよね。本当分かんないよ。今だ、セーラームーン。これも同じ声だ。北斗の拳が今年40周年なんですよ。あー、すごい。で、アニメがなんかまたリメイクされるってことをなんか発表されたので。北斗の拳ってさ、まあ、お前はもう死んでいる3秒でってやつでしょ。3秒はたまにですね。たまに言うんですよ、ド S なんで、ケンシロウが。あたーってやったら殺せるんですけど、うん、たまに。お前の命はあと5秒っつって4 いやー、ホーターゼロだ
っていうシーンがあるんですよ。へ、はい、すごい、はい、なんで、うん、せっかくなんで、うん、あーたたたた北斗百裂拳、はい、お前はもう死んでいるを英語で、お前はもう死んでいるを英語でね、はい、北斗百裂拳は北斗百裂拳ですか？それなんかどっかの中国人みたいじゃん。北斗百裂拳英語で言えないんですよ。ハンドレット、僕ハンドレットハンドレット、うん、そうね、百裂拳だもんね。ハンドレットアタック、ハンドレットパンチ、ハンドレットパンチアタック、パンチアタックでいいか、うん、はい、百裂拳だもんね。いいと思います。いい、そうして、はい、ハンドレットパンチ、あ、ハンドレットハンドレットパンチアタック、パンチアタック、いいじゃない、いいじゃない。お前はもう死んでる、お前はもう死んでる。 You are already dead、 はい、 You are already deadYou are already dead、うん、Already? Already、 もうそれがもうすでに、あ、already、 You are already dead、 お前はもうすでに死んでいる。わかりました。おーおーた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 ー、それなんか可愛いんだけど。おーたーハンドレットパンチアタック、ちょっと太ってるから可愛い。 You are already dead。 OK、これがさ、ちょっと太ってるから可愛いね、パンツちょっと短くてさ、発明したんですよ、こうすると百裂に見えるっていう、なんか超可愛いんだけど、はい、全然見えない。これよりいいくないですか、これより、ほらほらなんか残像で、あーたたたたたたた、可愛いね、短い、手短、はい、じゃあねー、どうも、ゆるキャラでした。